チノは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディーの軍の都市、リバーサイドサンバーナーディーの都市圏の最西端に位置しており、チノバレーフリーウェイ、ポモナフリーウェイへのアクセスが容易である。シノ西側では、チノヒルズ、北側では、サンバーナーディーの軍の未編入地域、北東で、オンタリオ、南東で、サンバーナーディーの軍の未編入地域、南で、 リバーサイド郡の未編入地域とそれぞれ接している。2010年の国勢調査での人口は77,983人である。地の周辺は農業、落農の拠点となっており、南カリフォルニアやアメリカ南西部での相当量の乳製品の需要に応えている。地のの恵まれた農業の歴史は、スペイン統治時代に払い下げられたランチョサンターナ、デルチノまで遡る。 この地域は、果樹園、落農、列上に栽培された作物に特化していた。ダウンタウンには、サンバーナーディの軍図書館の文館や、チャフィー大学のキャンパス、地の市民劇場、地のボクシングクラブ、毎週開かれる農作物市場などがある。市は、若者のための最良の町百欠を、これまでに5回受賞している。プラド広域公園内にある、 プラドオリンピック射撃場では1984年、ロサンゼルスオリンピックの射撃競技が開催された。市内には、カリフォルニア男子刑務所、カリフォルニア女子刑務所の2カ所の集刑務所と、ヒーマンジースターク少年院がある。市内にあった、払い下げられた土地は、ランチョサンターナ、デルチノと呼ばれていた。サンターナは、聖アンナのスペイン語での故障だが、チノの本来の意味には、 様々な説がある。一説では、チノは、縮れ毛の人物、または根血の人物を指し、この地域にあった、ネイティブアメリカンの集落の集長ではないかとされる。近代、チノの最初の住民は、トングバ族であった。彼らは、サンターナ川流域のワピジャングナと呼ばれる場所に、住んでいた。1771年に建設された、サンガブリエル教会で洗礼を受けたワピジャングナの、 住民もいた。メキシコの独立が完了し、メキシコ政府のものとなるまでは、少なくとも名目上は、スペインの王政が土地を獲得していた。二十数年後、メキシコ領アルタカリフォルニアの知事法案バウティスタ・アルバラードは、ランチョ・サンターナ・デルツノの土地を、名門、ルーゴ家のアントニオ・マリア・ルーゴに譲渡した。さらに二年後、彼の相続者であるミッチェル・トリーナ長官は、 ルーゴの義理の息子のアイザック・ウィリアムスにさん、兵法リーグの土地を譲渡した。ウィリアムスは大量の馬、牛を保有しており、それを妬んだネイティブアメリカンのみならず、無切操な白人の襲撃を招いた。襲撃を行った白人の一人、ジェームズ・ベックワースは、1840年に、カワウソの漁師を装い、動物のいる場所を特定するためにランチョチノに滞在し、 襲撃の首謀者であるゆト族の悪からに報告した。米北戦争初期、知能の戦いが、ウィリアムズの戦いは、連邦政府のために派遣された、モルモン大隊が到着する前に集結した。彼らはその代わりに、農作物の収穫や製粉所の建設に従事した。カリフォルニアゴールドラッシュが起こった、期間、ランチョは、短期滞在する旅人にとって人気があった。また、 石炭もここで発見された。1850年、カリフォルニアが州に昇格し、私有地と公有地の分離が進められた。ウィリアムスは1869年に地のランチョが特許されたと主張した。1906年の天才政党工場、リチャード・ガードがランチョの次の所有者となった。1887年から彼の土地は細かく区画され始めた。後に、 タウンオブチノとなり、1910年に法人化され、死となった。ここでは、天才、トウモロコシ、アルファルファなどの作物が栽培されていた。チノバレーは、中世平野の端部、山裾に位置しており、肥沃な表土が4フィートの深さにまで達している。このため、1890年代から20世紀半ば頃まで、農業の滅カとなっていた。1900年代初頭において、 天才は地域経済の重要な一部で、トウモロコシ、桃くクルミ、トマト、ストロベリーがこれに続いていた。市の公式ロゴ、エンブレムには包丁の角が描かれているのが特徴的である。1900年のチノバレー農場乳業は1950年代から1980年代にかけて繁栄を極めた。乳業に適したサンバーナーディの軍の南西端に、 多くのオランダ系家族が定住することを奨励し、産業の土台となった。知能の乳業は大規模で生産性が高く、アメリカで最も乳製品の生産が多い、カリフォルニア州において最も乳製品の生産が多い自治体となった。のどかな環境と田舎の趣きがあることから、ハリウッド映画では中西部の設定の撮影で人気がある場所である。アン・マーグレット、 マイケル・パークスが出演した1960年代の映画、奇凶、ジョアン・ウッドワードが出演した映画、7月の女などが撮影された。1960年代半ばのテレビ番組、頭上の敵機では、チノ郊外の空港をイギリスの飛行場に作り替え、農地にかまぼこ型の兵舎が建てられた。1970年代、チノはインランドエンパイア最生誕の郊外都市として、 発展した。現在の市の発展は、徐々に中産階級の性格を強めている。ヤギや鶏のような家畜が多い地域だけでなく、工業地帯も多くある。2004年の FBI の犯罪白書によると、市の暴力犯罪率は、人口1000人あたり3.6件で、アメリカの郊外部では、典型的な数字である。また、窃盗犯罪については、全米平均より低い。 市の包括的年間財務報告書2011年版によると市内の大きな雇用者トップ10は以下の通りである。市はチノバレー統一教育学区の一部に入っている。小学校は以下の11校がある。中学校は以下の3校がある。高校は以下の3校がある。チャータースクールは以下の1校がある。チノにはコミュニティカレッジのチャフィー大学のキャンパスもある。 地ノは、北緯34度一部4秒成形117度41分24秒、北緯34.01778度成形1 1 7 6 9 0 0零度、3 4 0 1 7 7 8 1 1 7 6 9 0 0零に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、地域全面積は29.7平方マイルで、このうち陸地は29.6平方マイル。 水域率は0.04%である。欠片の気候区分では、知能の気候は高温下基地中海性気候に分類される。以下は2010年国勢調査による人口統計データである。市は市長と4人の議員からなる議会によって統治されている。議員は全市から選出され、任期は4年である。連邦議会会員では、 カリフォルニア州第35、第39選挙区に属している。カリフォルニア州議会では上院の第20選挙区、下院の第52選挙区に属している。知のというフレーズは音楽やテレビでよく口にされるが、大抵は知の市自体ではなく、市内にある刑務所のことを指している場合が多い。ありがとうございます。